さあさあさあ、集まれ集まれ、救世主様のお通りですよ。みんなで盛大にもてなそうぞ。ギラ殿、地球の台所、北条の国、豆腐自慢の食をどうぞご賞味くださいませ。泥だらけだな。あ、これは虫にも食われてる。おん、だからこそビビ。さすがはギラ殿、あ、お目が高い。食とは命なり。食のためには泥にまみれて手を汚す。それが豆腐という国なのです。クラクラクラ。殿、殿、殿。なんですと、ものすごい数のバグナラクが。どうやら宴は後回しのようですね。ギラ殿、ここはお任せください。服が汚れんぞ、お姫様。汚される前に倒せばいいじゃない。妨害武装。妨害武装。つきゅう。へぇー。ふっ。やっ。ふカブトがここにあるのは分かっている。渡せ、さもなくは殺し続ける。ふっ。お渡しします。ゴッドカブトは必ずやお渡しいたします。は？ですがすぐには難しく、せめて1ヶ月、いや、1年。そんな虫のいい話、通用しませんよ。タニジーム。ドカーン。ボンボンボン。ドカーン、ドンドン。どこから？もう一発？プシッ。明日、東の丘へお越しください。必ずや、ゴッドカブトはお渡しします。できなければお前の国は全て枯れさせてやる。んなこと、ラクレスが許すわけねえだろ。私をおちょくっているのか？いえ、滅相もございません。必ずギラを連れてくる。
だから君にゴッドカブトを託した。一体いつになる？必ずご期待に応えてみせます。どんな手段を使っても、ギラを。楽しみにしているよ。ドゥーガ、裁判長はまだ城内で調べ物を？ええ、意図はわかりませんが、シュゴッダム王国の厨房の記録を見せてほしいと。ラクレス殿との交渉は失敗です。ですからどうか皆様の力をお貸しいただきたい。美味しい。セバス、もっとちょうだい。かしこまりました。おい、肉ねえの？足、毛がらわしい。あ？直橋もやめて。なんだよ、肉あんじゃんかよ。我が国の危機なのですよ。セバス？かしこまりました。話せよ、このヨボヨボ。25歳です。何か問題でも？しつけがなってねえぞ。その言葉そのまま返すわ。あ？ぬん！ぬわぁ！ポンポン。てめえ！返しなさい。なんでそんなことするんですか？最新話まで全話見るなら、再現戦隊ブンドドジャー。それもだが、東映特撮ファンクラブ、テラサで。今日の放送をもう一度見るなら、再現戦隊ブンドドジャーで。あと、アメバ、ティーバで。あ、見ていただきたい！毎週再現作るの頑張ってるから、こっちも見てね！